京都戦が嬉しい J1 デビュー、あの2時間ほど前にスターティングメンバーなどが公式発表されますけれども、はい、その後に知り合いからどんどんメッセージが届いていたそうで、はい、中盤ワイドに右柏吉見、左が川村です。ユーソルは真ん中に C 橋がありますかね。これが C 橋ですね。右にエンドを取りました。レイソルボールでゲームがスタートしました。速いボールできました。ピンポイント先制広島。体寄せてましたけども、やっぱり前の勢いがベンカレオにはありましたし、みんなついてますけどね。パスミスから奪って細谷前を向きます。ラインを意識しながら右武藤、中に小山が絡んできます。縦に行く、角度がないところ、ポスト。バランスも崩れてないですし、1回ドリブルで上がってここで1回ペースダウンするんですね。でここからもう1回縦に行って左足で前、松本が出るようなタイミングを持っててミスターが落ちてくるチャンスですね。武藤引きつける、フリーで細谷戻す、新八は左やアウト。ヒヤッとしました。大迫間で C 橋、間で小山津止める、武藤コントロールフィニッシュ。2試合連続先発起用に応えました。武藤追いついてレイソル1対1。いや今のは素晴らしかったですね。まあ、ちょっと停滞したような感じには見えたんですけど、この縦パス2本、右川口がフリーで待ちます。中でツートップが待つ、グランダーラストパス、ドライ そうですね。リターン柏吉見、満田取り返した。ドーグラスピエラーから松本、粘り粘り、ここで足が拾えそうで拾えない、でもここでボールには行くんだけどちょっと間合いがある。はい、ロスだから右サイド、藤井が中に仕掛けていきます。柔らかいボール、ヘディングシュート、そのまま入りました。逆転広島、まあ、このクロスの形で出ましたね。広島勝ちました。